もう本当に全部好き。最高っすね。衣装チェンジ。自分が美しいと思うものを信じて作ってる。偉そうですね。そう、蔦谷さんと関ジャムの年間ベスト10。はい。はい。はい、いつもやられてると思うんですけど。はい。楽曲を選ぶ過程ってどういう感じなんですかね。オファーがそもそも来るか、年末になんだか分かんないのに、まあ趣味なんですけども、勝手に気に入った曲を、もう、お気に入りのこう、プレイリストを作ってあるんですよ。そうですね、400何十とかあったんですけど、減らしていきました、ちょっと。そっから136ぐらいに今、一回減らしたのかな。そっからさらに25ぐらいになって、そっから25から10曲選ぶのマジ大変ですね、ほんと。25曲とかそのぐらいになってくると、全曲いいんですよ。もう本当に全部好き。圧倒的1位みたいなのは、まあ毎年なんかいたりするんですけど。うん、他にもいっぱいありますよ。BE:FIRST のね、ミリビリって曲もめちゃくちゃかっこいいんですよ。あ、うん、あと、ベルベットの歌ってバックナンバーの曲。これもすごい良かったな。あとは、エイウィッチとドグマとシンザドーブレスの洗脳って曲があるんですけど、これもすっげーかっこよかった。エイウィッチのラップが最高っすね。トラックも良くて、確かトラックは、あ、チャキズールさん、チャキさんですね。はい、まあ間違いないですね、チャキズールさんのトラックは。めちゃくちゃかっこいい、これ。期待にここまで応えられるアーティスト、誰にでも分かる言葉で、誰も言ったことない言い回しで言うんですよ。世の中の流行とか、あんまりそういうとこにいない極上のポップスですね。やっぱサブタイトルですかね、そうなると。まず、ヒゲダンのすごいところは、まあ、タイアップがすごいずっと続いてますよね。で、タイアップの期待にここまで応えられるアーティスト、期待以上のものを返すアーティストって過去にいなかったんじゃないかなっていう、曲の方が作品より目立っちゃう場合もあるぐらいの、まあ相乗効果で作品もっていう感じがするんですよ。作品のその制作側の思いだったりとかを組んで、どころか、いや、そこまで理解してくれてるんですかっていうのを、誰にでもわかる言葉で、誰も言ったことない言い回しで言うんですよ。2022年のね、上半期どっかで、まあ、サトシ君とご飯食べる機会があって、最近どんなモードなのみたいな。で、僕はケレンミでこんな曲作ってるみたいな。まあ、お互いの曲をちょっと聞かせあったり話をした時に、世の中の流行とかあんまそういうとこにいないっていう感じですね。サブタイトルのすごいところもやっぱ、5分5秒。これもだいぶ長い方だと思いますよ。この最近の曲では。やっぱ2分台、3分台が普通で、4分あったら長いって言われるのが。まあだから、全然意識してないんでしょうね。いい曲であればいいっていう、最高級、最高峰の極上のポップスですね。本当に素晴らしいですね。勉強してれば勉強してるほど もちろんわかるんだけど、してない人も絶対楽しめるっていう。サトシ君はまあメロディー、歌詞、すべて、音色、すべてに含めてのこだわりっていうのが詰まりまくっていて、でも最終的なアウトプットとして、みんなが食べて美味しいもの、わかりやすいものっていうのをちゃんと作ってるんですよね。いや、でも、すごいポップスでよく使われる手法がたくさんのところに使われてますよね。まあ、ちょっとした違和感を少しだけ、まあ、スパイスを効かせてくれてるというか、アレンジがほんと素晴らしいな。ギターの使い方とか、まあもちろんみんな、メンバーみんなでやってるとこもあると思うけど、2番の B メロに入ってるギターがめちゃくちゃ好きです。ドゥルンドゥルンドゥルンってちょっとトリルっぽくこう動いていくところ。あと音色。これはまあ もちろん、ミックスした小森さんの、才能もあるんだけど、下手な音色作りしてたらミックスもできないんで、やっぱりサトシ君だったり、まあメンバーの楽器、音色へのこだわりっていうのもすごく感じられるし、うん、素晴らしい。本当にすごい。
この時代の音の中心的な存在になってるんじゃないかなっていう。ブラストラックス似てるっちゃ似てるんだけど、まあ最高のグルーヴを生んでるな。余計な装飾はしてない。完璧な味付け。あと最近よく聞いてるのはトヌンっていうアーティストの、これシュガーマジックって結構まあ、サブスクでもバズってる感じなんですけど、トラックメーカーの田中信明さんっていう方がいて、まあこれから多分、この時代の音の中心的な存在になってくるんじゃないかなっていう。で、お、かっこいいなと思って聞くと、大体この人がやってるみたいな。ブラストラックスっていうね、あのニューヨークのアーティストがいるんですけど、ちょっとそれっぽいフレーズの使い方なんだけど、僕もちょっとブラストラックスにハマってる時期があって、ちょっと熱くなってきたんで衣装チェンジ、ちょっと上着を脱ぎます。ヒゲダンの宿命とか、あとはユズの曲とかね、なんだ、いろいろやったね。他にも、向井太一とかもね、そういろんなとこでちょっとブラストラックスっぽいことやったんですけど、それよりもさらに全然違う感じの。ブラストラックス似てるっちゃ似てるんだけど、サイドチェインって言ってこう、キックといろんな音が重なった時と音量が大きくなっちゃうんで、そうなった時にこう、トータル聞いた時そこだけ音量がでかいと問題があるので、それ以外のところ音をちょっとちっちゃくするっていうか潰す方法があるんですよ。その掛け具合、で、また聞こえ方、ノリが変わってくるんですけど、この曲はずっと、ちょっとシャッフルっていうか、まあちょっととにかく跳ねてて、その跳ね具合とサイドチェイン具合で決まると思うんですけど、このノリが。完璧ですね。これ以外ないなっていう、まあ最高のグルーヴを生んでるなっていう感じは、これはトラックメーカーのセンスですよね、ほんと。あと音色の選び方も最高。スネアの音色とかめちゃくちゃいいですね。でかすぎなくて。すべての音色が本当に解像度が高くて、全く無駄がないし、で、ちゃんと華やかで派手には聞こえるけど、余計な装飾はしてないっていう感じ。完璧な味付け。田中さん。田中信明さん。貝類なのか、貝類さんなのか、水底なのか、水底なのかわかんないですけど、これ、面白かったですね。音色。曲も面白いし、そんなにめちゃくちゃ新しいなとは思わないんだけど、メロディーがすごく普遍的で、で、ああ、そこでディミンシー行くんだとか、おお、みたいな。いいっすね。普通にめちゃくちゃいい曲。そうですね。組み合わせ方はすごく面白いです。もっとミックス頑張ったらもっと良くなると思うな。偉そうですね。こんな感じがバズるでしょみたいな曲って結構多いと思うんですよ。TikTok とか聞いてて。うん、ちょっとアップテンポでバズり要素があるような音ネタ的な感じ、うん、それが全くなかったですからね、今の曲で。とか自分が美しいと思うものを信じて作ってるだけの人なんだろうなと思って、それもなんか音から伝わって素敵でしたね。クレバがいつだっけな、3月か4月ぐらいに会った時に結構迷ってて、こうちゃんさ、ジャニーズのなんか曲とかやってる最近とか言って、いや、最近はそんなやってないな、いや、結構なんか難しくてさ、みたいな迷ってたんですけど、まあ出来上がったものを聞くと、めちゃくちゃクレバだなと思いますね。すごいなと思うのはやっぱり、いわゆるジャニーズの曲で、ほぼメロディーっていうメロディーはないじゃないですか。まあ、B メロっぽいところでちょっとメロディアスになるけど、あとは基本的にはラップっすよね。で、サビのフックの部分もラップで構成されたフックなんで、ジャニーズの最前線のこういう曲を歌うんだっていうのが、ちょっとエモいところありますよね、うん。あとみんなリズムが素晴らしいですね。リズム、ダンスもすごいし、リズムもすごいし。めっちゃ音色とかクレバだなと思うもんね。これキック、ああ、クレバのキックの音、ベースもめちゃくちゃクレバだなって思いますね。だから嬉しいですよ、僕はその、友達っていうか、そうですね、同年代の良きライバルみたいなとこもあるんで、まあ、クレちゃんすごいなっていうふうに思うし、うん、僕も頑張んなきゃなと思う。一曲ですね。はい。